はい、どうも、谷美穂です。今日はグリーンバーグ批評選集の3回目、モダニズムの起源というのを、読んだ感想です。これ前回の2つと比べてというか、ちょっと時間が違って、1983年、ちょっと40年ぐらい後の、批評文になります。まあいきなり行こうかなと、思います。なんか前みたいに全部なんとなく行くというより、ちょっとかなりかいつまんで、なんか面白かったとこ言えたらいいなと思ってるんですけど、グリーンバーグ、これでモダニズム全般、芸術全般、音楽とか文学とかそういうのもかなり含めて話をしてるんですけど、ちょっとその辺あんまり具体的な知識がないので、絵画をメインに、思ったことを話していこうと思っています。まあ読んでね、さすがに知識人は知識人だというか、自分のなんか教養のなすというか、そういうのを感じました。はい、では起源ですね。モダニズムの起源、最初にね、モダニズムと新古典主義とロマン主義、ちょっと違いますねっていう話から始まります。これまあなんとなくいきなり、なんていうのかな、ちょっと同じようには捉えられないよねっていくんですけど、なんとなく読んだ感じだと、まあ、新古典主義とかロマン主義で、あれば、絵画であれば結構見た目の問題として扱えると思うんですね。なんていうか、こういう風に描いたら新古典主義とか、あ、こういう感じはロマン主義だなみたいな感じの、見たらわかるイメージっていうのがあって、それが割と固定されているので、今でも例えばロマン主義風に描いて、これロマン主義風の絵なんですよっていうの、別に全然ありだなっていうこととか言ってたりすると思います。この概念、超歴史的とか、まあ、時間にその時始まったのは始まったんですけど、今でもこう扱うことができるというか、そういう感じだと思うんですね。そういうの、なんか大雑把に言ったらルネサンスのある伝統を尊重した上で、その上で新しい見た目というかスタイルの追求だった。それは例えば三次元的空間を大事にする、奥行きがある空間を大事っていうものの中に描くとか、色がスムーズに移り変わっていくように配色するとか、まあ一応その辺は押さえておいた上で、新しいスタイルとかこういう主題を描いてみようとか、そういうのの探求、っていうことがメインに置かれていたんじゃないかなと思います。で、モダニズムどう違うのかだって、具体的には文学から始まるんですけど、ここではマネ画家の、印象派と言われたりもするのかな、まあちょっとちょっと異質だとは思うんですけど、マネを主に取り上げていて、いきなり行くんですけれども、あらゆる芸術においてそのメディアムに起こったこと、私はこれこそがモダニズムの起源を確定するに最も重要であると考えると言っています。メディアムに起こったことか、マネはメディアムに何かを起こしたんですけど、どういうことかなと思うんですが、ミディアムの処理とか技術とかは、同じ意味で使ってますね。形式ですね、内容じゃなくて形式の方とかが、似た意味でグリーンバーグは使うんですけど、もう見た目として、絵として、全然違う、これ油絵なのでね、油絵としても全然違う絵の具の使い方をした、そういうような、ことだと思います。全然なんか内容とかがね、マネ何描いたとかそういうことに衝撃を受ける前に、なんか見た目的に衝撃を受ける、三次元全然気にしてないとか、色スムーズにとかないよ、まあ、フラットに、前も言ってたフラットにガンって塗っちゃったみたいな、多分衝撃とかを含んだようなこと、ミディアムの処理って言ってると思います。まあ、そういうこと、ちょっとね、音楽とかだとどういうことなのか私もわかりにくいんですけれども、まあ、そういうことが、モダニズムの起源っていうのの、確定するのに重要であるというか、ちょっと確定しますよとは言わないんですけどね、そういうことが、起源というか、このやりたいやることの
重要なこととしてあるというふうに、言っています。でもここから長いんですよ、この話。期限もう行っちゃったんですけど、でモダニズムで、そういうこ、まあ、回が出てきたんですけど、その何が起こったのみたいな話に行くんですね。でこう、まあ、作家の方として何をしたかっていうと、あの衝撃的にして挑発的な仕方で刷新を迫らないといけなかったというふうに書くんですけど、これまあどういうことかなって言うと、今、まあ、芸術で反発、新しい芸術って反発をも食らう、まあ、受け入れられもするし反発も食らうものだっていうみんな思っているところがあると思うんですね。でまあそれ、過去にもそうだったとグリーンバーグも言っていて、芸術っていうのはそういう側面があるんですけど、もうそれがこの過去から比べてモダニズムの時には、まあ、桁違いに起こりましたよということですね。これはなぜだろうという話に移っていくんですよ。そうですね、まあ、刷新とか挑発的なものを作って、その抵抗がゴーッとくる、刷新よりもこの抵抗がすごかったよって言ってて、こういう話を抵抗妨害とかね、し始めるんです。急にですね、まあ、急にで、まあ、ちょっと気になるんですけど、モダニズムにおいて芸術の刷新は趣味に対して大きな衝撃と撹乱の効果を、与えみたいなことがあって、趣味に対してっていうのをちょっと捉えき、まあ、話す中でちょっと触れれるかもしれないんですけど、趣味に対して攻撃的だったその作品っていうのをまあ最初に言ってますね。でこれなんでたかって問うので、とりあえずありそうなことっていうのを、グリーンバーグ説明していきます。モダニズムは他の何にも増して伝統の異常を目指している、このこと、異常っていうのは他に譲ること、権利異常とかの異常、そういうのを目指している。このことが原因じゃないかっていうんですね。ルネサンスの伝統の異常です。具体的に言えば。これを解きほぐしたい。まあ、ちょっと変えていきたい。ということを、目指している。まあ、ルネサンスの伝統ってどんなのって、まあ、いろんな言葉並べるんですけど、さっき言ったようなことだと思います。三次元、空間を描くように描くとか、色がスムーズに映ると。ていくとか、多分こういう主題を書くとか、そういう、まあ、なんとなくこう絵画って、特に絵画好きな人たちが、絵画ってこういうものだよねって、まあ、そういう土台の上に、新しい趣向が凝らしていかれてることが面白い。多分その無意識の土台みたいな部分をに解きほぐし、ちょっと異変を加えるようなことをモダニズムっていうのはやっていったんだろう、やっていたというふうに、言ってるんだと思います。そうね、まあ、あとその異常ってわざわざこういう意味なんですけど、異常ってとっていうのは、革命ではない、革命とちょっと対比してるんですね。どういうことかっていうと、革命だともうなんていうかこう、とりあえず根こそぎアウトみたいな感じにしといて、で新しいものを始める、ある種なんていうかな、まあまあ新しいので、とりあえずなしにして新しいので、なんかまあスッキリというか、いう感じだと思います。で異常っていうのはこう取り払って新しいのではなくって、こう何か受け継ぎ、つつもこう入れ替わっていくっていう、そういうイメージですね。英語だとね、ディボリューション異常、革命レボリューション、ちょっと言葉遊びしてたんだと思います。で、その異常がなんで反発を招くかっていうと、やっぱりその、まあまあ自分がすごい土台だと、絵画ってこういうものだ、こういうことでを頼の土台の上で楽しんでるって思ってた、土台のところっていうのを、多分それも無意識に土台、無意識だった土台のところに食い込んでくるので、まあ、しんどいこともあるんだと思います。まあ、趣味っていうのは、その、なんていうか、そういうことに無意識で楽しんでいた人たちへの攻撃というか、そういうことなのかなと、ちょっと、思ったりしますね。絵画の根本とは何だみたいなことを考えずに、
まあ、この辺までは土台だろうっていうのを決め込んでしまった人たちのそういう趣味性みたいなものに、まあ攻撃的になっていく、そういうことではないかなと思います。まあ、だから無意識にね、こここうだって思ってたのに、マネがめっちゃフラットな感じで描いてきて、いや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 、それは絵じゃないでしょうみたいな反発を食らうみたいなことは、まあ確かにイメージとして湧きます。なんかこうグラデーションがあってとか奥行きがあって、そういうのないのないのってまあそんなになんかしょんぼりっていうよりは多分バーって出るんだと思いますけどね。でもうこの異常っていうのが完全に説明するというふうにはグリーンバーグは、言いません。すごく、あ、ちょっと言葉が言えたらよかったな、用意した。モダニズムの刷新に対する抵抗の説明となるように思えるかもしれない。異常って思えるかもしれない。すごい微妙な言い方をするんですけど。まあ、この辺はちょっと答えを出し切ってないです、グリーンバーグは。で、まあ、一応異常が理由、理由として言えないということの理由として、前にこういう異常が成立したことが歴史的にあります、紀元4世紀ぐらいにありますという、ことは挙げてはいます。だから、まあ、ただこの辺あんまりね、なんか、挙げてはいるしけれども、まあその時とももちろんね1500年ぐらい経ってるので違いというのも挙げて、まあ、時代的な違いも挙げてはくるんですね。だから今ならこの異常で説明できるかって思うんですけど、やっぱりできないっていうんですよ。で、まあなんかそこの、まあ、期限まで一応言っちゃってね、なんでこの問題にこだわるのかっていうのがちょっとまあ気になるというか面白いところだなと思います。最後の方で、グリーンバーグが、書くことがあるんですけどね、モダニズムの抵抗、モダニズムへの反発についての十分な説明を、まあ、探求していかないといけないというようなことを言います。抵抗がなんで起こっているのかっていうのを説明、なんでというか、まあどういうことなのかっていう、いろいろ説明を考えていかないといけないっていうんですね。これは、こういうそっち向けのなんか方向性だと思うんですよ。なんでこう、抵抗するような反発が起こるような作品を作者は作るんですかっていう方向性じゃないと思うんですね、読んでる限り。これがまあ気になるところです。ちょっと私もこれに答えは出せていないんですけど、まあまあそういうことはあんまり考えられてないよねっていうのは一つあると思うんですが、まあちょっとなんかまあ現代的に、まあ関連して気になったことというのは、まあ抵抗にあったり批判にあったりっていうことで表現が億劫になることっていうのはまあ普通にあるなと思うんですよ。そういうことと関係があるのかなとか、まあ、今だとなんてかツイッターとかで抗議したりとか、まあまあ電話をいろんなとこにかけたりとかで、まあ何かをしようとする、まあしたこと、まあしようとすることというよりしたこととかかなに抗議するっていうのが容易になってきた、ますますというか多分、そういう方向では今一番容易になっていると思うんですけど、モダニズムの時代、1850年以降かな、マネが1860年なんですけど、そういうことなんか似たようなことがあって、まあ、そういうこと気にしてたんだろうかとか、まあ、そんなことを少し考えますね。ちょっとまあわからないということで終わるんですが、グリーンバーグのその問題意識の方向性、抵抗がたくさん起こったのはなんかなぜかみたいな、抵抗の意味はとか多分そういうことだと思うんですけど、まあちょっとそれが気になった意表文でした。はい、では、グリーンバーグ批評選集の
モダニズムの起源。はい、終わります。ありがとうございました。